としてもそれが必要なのかなというふうに思います。また、企業としてはそれが必要かなというふうに思います。また実力を、高めていきたいと思います。歴史ある王将戦に、初めて、ワンショットで練習を、することができて、とても嬉しいと思っています。渡辺さんとは何度も対戦しているんですけれど、ただタイトル戦の活性列なので初めてになると思うので、やはり、充実されている方ですけど、何とか対策を立てて、いい勝負ができればなと思います。お願いします。